渋谷区役所は特別地方公共団体である渋谷区の組織が入る施設である。宇田川町1番1号に位置し渋谷公会堂に隣接する。東日本大震災の発生を受けた震調査を行ったところ、旧庁舎の耐震性不足が明らかになり、防災拠点となる新庁舎の整備が急がれたため渋谷区役所建て替えプロジェクトの一環で、 公会堂と共に建て替えられた。渋谷区が成立した1932年10月当時、区役所は、現在の渋谷区東2丁目20番18号に、あった、旧渋谷町役場を引き継いで開設された。その4年後となる1936年12月、山手線や明治通りにほど近い、後に、東京電力、電力館が開館する場所に新庁舎が完成した。 この庁舎は地上3階建てで、公会堂も付設されていた。1964年東京オリンピックが開催された翌年、庁舎は現在の宇田川町にあたる場所に移転し、区役所の組織のほか、福祉事務所、保健所、都税事務所、水道局渋谷営業所などが置かれた。区は東日本大震災の発生を受け、老朽化していた庁舎と渋谷公会堂の 耐震調査を行ったところ、特に庁舎は、震度6強の地震で倒壊する危険性が高いことが分かった。調査結果を踏まえ、区は2012年に、庁舎の耐震性を高めるため、建物と基礎の間にゴムを挟む、免震工事を一時検討したが、その工事を行う場合、地下のスペースが使えなくなるなどの問題点が指摘されていた。このため、二千十三年二月に、 クワハラサトシが施設の老朽化と震災対策のため庁舎及び公会堂を解体し建て解体との方針を表明整備手法として敷地内にほぼ同じ規模の庁舎と公会堂を建て一部の土地に定期借地権を設定しマンションがオフィス用地として貸し出し時代を建設費に充てるとの計画を明らかにしたその後 区議会に特別委員会が設置され、庁舎と公会堂の今後についての検討を重ねた。結果、9月の区議会本会議において、渋谷区役所庁舎及び渋谷公会堂の建て替えについて賛成多数で可決された。これを受け、区は最適な条件で新庁舎、新公会堂を建て替える提案を公募し、三井不動産、 三井不動産レジデンシャル日本設計の3社による事業主体を特定した。事業者の提案は、整備事業者の特定を経て、2016年9月渋谷区役所建て替えプロジェクトの工事が着手される。なお、工事に先立って2015年10月25日から11月3日まで、旧庁舎を活用したデザインアートイベント渋谷の玉子区役所会体。 ラストフェスティバルが開催され、期間中、建物外観が特大のカラーズのカラフル文字で彩られた。新庁舎は公園通りから少し控えた位置、外区内の新しい東西、南北の連なる街路の結節点に地下2階、地上15階建てで建設され、渋谷の文化的な特性を抽出したカラーパレットで外壁がデザインされ、2019年1月15日に開庁した。 ついで、公園通り側にホワイエが面するように建てられた地下2階、地上5階で構成される新公会堂が10月13日に開館。さらに、定期借地権が設定された土地には、パークコート、渋谷ザタワーが建てられ、2021年1月から入居が始まる。計画方針、ありがとうございます。